ドリームステージカフェコラボ店店内にやってきましたよ。よっしゃー、イエーイ。さあ、ということで徳本さん、美咲さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。そして今日もですね、僕の後輩の、上杉ちゃん、中島ちゃんに来てもらいました。おお、上杉ちゃん、中島ちゃん。さあ、今日はね、以上のメンバーでお送りしたい。わしはいい、はい、わしはいい。今のロケやってるんですよ。ロケ分かってるわ、お前。ん？CE じゃねえよ。ということで、これまでいろんなおすすめ物件をご紹介してくれたドリームステージさん、今回は1階にカフェがあり、気軽に立ち寄れるドリームステージカフェコラボ店にお邪魔しました。今日はですね、はい、まあ、今までね、僕たちドリームステージさんでね、素敵な物件、うん、たくさん紹介していただいたでしょ、はい、ね、なのでね、うん、これからね、うん、新しいお家に住みたいと思ってる方、はい、いっぱいいらっしゃると思うんですよ、はい、そこで今回はですね、新しいお家に住みたいと思ってる方が知って得する情報をですね、うん、クイズ形式でお送りしたいと思います。出して、徳ちゃんと美咲ちゃんのクイズドリームステージ。よいしょ。さあ、始まりました。クイズドリームステージ。ものすごいイヤイヤ感がすごい。ということで、今回はお部屋探しに役立つ情報をクイズ形式でお届けします。それでは早速、徳ちゃんと美咲ちゃんのクイズドリームステージ第1問。駅から10分の物件とは、うん、駅からどれくらいの距離でしょうか。うん、 A800m、B1000m、うん、C1200m。 よくありますよね、徒歩何分とか必ず書いてあるじゃないですか、うん、物件、うん、駅から徒歩何分。常識ですね。お、入門編ですね。なるほど。どう、中島ちゃんは。わかりません。いやいや、3択だから。どう、上杉ちゃん。私、歩くの早いので、うん、一般的な、うん、ああ、なるほどね、人によってね、わかんないじゃん。なるほど、なるほど。それでは、3人の回答は、答えは、うん、A です。800ですか。人の1分間歩く、ゆっくり歩く距離が 80m っていう、もうそういう不動産屋さんでの決まり事になってるんです。あ、ごめんなさいね、ボケなしで、はいはいはい、すいません、申し訳ないです。で、続いて長島ちゃん、 B の 1000m です、うん、あ、もう全然分かってないね。 B の 1000m。 じゃあ上杉ちゃんは。じゃあ C で。 C、うん、もう A、B ときたら C かな、うん、あ、その流れで。それでは3人の回答が出揃ったところで、第1問の答えは、正解は A の 800m です。素晴らしい。徒歩 80m、うん、はい、徒歩40m ぐらいですかね。そんな顔する。そんな顔する。1問目の正解。ということで、1問目は山下が1ポイントゲット。続いて2問目。お部屋の占有面積に含まれないものは何でしょうか、うん、A バルコニー、うん、B 玄関、うん、C 収納スペース。マシオくん、はい、入門編ですね。どう、お二人は、上杉ちゃん、中島ちゃんは。え、これ答え一つだけですよね。もちろんもちろん。三択だからね。あ、そうですよね、うん、なんか簡単なようで、うん、引っ掛けかなとか思います。それでは2問目の回答は、まずは山下の回答。私の回答は、うん、A バルコニーでございます。僕にとってちょっと有利な問題だったのが、うん、あの、マシオくんもね、一回僕ん家来ましたけど、はいはい、お分かりの通り、はい、私んとこにはルーフバルコニーって、うん、いや、やかましいわ。そこが確かね、うん、僕ね、含まれてなかったと思うんですよ、最初の平米数占有面積ですか、うん、あれにね、含まれてなかったんですよ、多分、うん、はいはい、うん、続いて中島ちゃん、回答は C のクローゼット。おー、上杉ちゃん、いや、山下さん、ほんと最近お引越しされて、うん、やっぱり具体的に言われたので、あ、なるほどなってすごい勉強になったので、うんうん、B で。何も生かしてないやろ。それでは回答が出揃ったところで、第2問の答えは、正解は
A のバルコニーです。ごめんなさいね、ごめんなさい、もうガチでした、もうガチで勉強したんですよ。なんと2問目も山下が正解し連続ポイント。そしていよいよ最終問題。夢叶えマンがいる店舗はドリームステージの何店でしょう、うん、A 西陣店、うん、B 大橋店、うん、C 博多駅前店。はいはいはい、まあこれはですね、夢叶えマン、前前前回ぐらいですかね、ジャムのロケ参加してくれましたよね、はいはいはい、これはですねジャムのロケ、ね、番組とかしっかり見てたら必ず分かる問題です。夢叶えマン、どこどこ所属っていうのは、はい、そもそもこのクイズ、はい、あの引っ越しに役立つクイズです。ちなみにですけど、うん、この3問目最後の問題は10ポイントとなります。おー、1問目2問目何やったんや。誰が優勝の、ね、可能性があるということで。それでは最終問題の回答は B の大橋店、うん、あのね、はいはい、一つ勝共で消えたのが西陣店。これはなぜかというと、うん、僕の引っ越しお世話になったのが西陣店なんです。その時にあんな変な人はいませんでした。はい、あ、そう、本当に大丈夫、本当に大丈夫ですか。西陣でいいんじゃないですか。西陣がいいと思います。いいんですか。お世話になったんですし。いや、お世話になったから西陣店。ここで山下の回答を変えさせようと全員が強引に誘導。じゃあ A にする。うん、なるほど。 A の西陣店。うん、続いて中島ちゃん、回答は、うん、B の大橋店です。おぉ、B の大橋店。ちょっと待って、いやいや、さっきまですげえ西陣店をしてたよ。やっぱ大橋店。大橋店です。やっぱそうだ、夢叶えマンは大橋店だ。夢叶えマンは大橋店です。じゃあ上杉ちゃん、回答は、うん、B の大橋店。おい、 C 違うんかい、そこ。いつも ABC 言っとったやん。 B の大橋店ということですね。それでは最終問題の答えは、正解は B の大橋店です。全然違うやん。いや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 ないやいやないよ。ずっとやってきたでしょ、一緒にロケずっと一緒にやってきたやん。ということで、かなり強引でしたが上杉ちゃんと中島ちゃんの勝利ということでですね、最下位の山下は、今回限りでビッと待て。だからなんで組みないやつが。あとそんな大事な罰ゲーム最初に言わんかい。そしてここでご契約者にお得な情報が。実はですね、ドリームステージさん、うん、契約者様にだけ特典がねあるんですよ。みさきさん、はい、一つ目の特典の準備お願いします。はい、準備、はい、しし、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。どうしました。何ですかこの音楽。えほら、聞き覚えの、これ何ですかこの音楽。これよく聞く曲ですよ、ね、これは。あー、美咲さん、ちょっと待ってください。手には一体何を持ってるんですか。マジックのカードです。うん、そして右手には記念写真を撮ろうと思ってカメラを用意しました。いいですね。なんと一つ目のうん、トランプって言うんじゃないんだね。そうです、マジックのカードじゃない。マジックって言っちゃうんだね。あの契約してからね、やはりちょっとね、あの書類とか書いてる間、うん、待ち時間とかあるじゃないですか。ありますね、ありますね。その間になんとマジックをして楽しませてくれるんですよ。すごい。そして今日はそのマジックを実際に皆さんの目の前でやってもらいます。じゃあちょっとマジックを披露する前にお写真を撮りましょうか。撮りましょう、撮りましょう。はい、じゃあ、はい、チーズ。はいはい、はい、まあ、まず記念写真。そうですね、はい、ちょっとまだ準備がかかるので、うん、はいはい、でまずあのバラバラのカードがありますね、うんうん、はい、はい、これを、うん、まず山下さんに引いていただきます、うん、あ、わかりました。あ、いや違います。大丈夫ですか、マシオくん。ちゃんと最後まで話を聞いてください。山下、いや、ちょ、俺早とちりだよ。俺落ち着いてください、はい、じゃあ、あの、ストップって言ってください、うん、はい、山下がストップって言ってください。ストップって言いますね、はい、うん、しますね、はい、ストップ、はい、はい、そのカードですね。この上のカードを持ってってもらっていいですか、うん、
私見ないので、はい、皆さんで、うん、まあ、そうこうしている間にですね、あれ出来上がったんですよ。ああ、さっきの写真が、はい、うん、なんとこれがマジックでして、うん、このお写真の中に引いたカードが映り込んでるっていう、そんなことあるの？そんなわけない見てみて、さあどうぞ、ドン、おお、すげえ、すごい、相当持ち、おお、すごい、なんで、すごい、あ、本当にすごい、もう一回見せてください、ほら、ほら、来ました、すげえ、いや、これはすごいわ、うん、さあ続いてね、うん、2つ目の得点なんですけれども、はい、徳本さん、はい、2つ目の得点は一体何なんですかね。ダーツをしてもらって、うん、商品を差し上げてます。早速ですけれども、うん、ダーツ会場に向かいましょう。おー、ダーツ会場、会場移動するんですか。え、どこ、こちらです。後ろやないか後ろやないかい、ただのということで、2つ目のご契約者特典はダーツゲーム。的に書かれた景品を見事に射止めれば、その景品がもらえるんです。まずは中島ちゃんが挑戦。いきます。はい、いろいろな、ね、商品ありますから。 おっと、どこに当たったんだ。おー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 、すごい、お、図書カードゲット。続いて山下の挑戦。大当たり、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 いけ、あ、いけ、お、お、え、本当に、いった、いった、お、お、ま、目覚まし時計、やった嬉しい、よっしゃ、目覚まし時計ゲットよ、当たったよ。最後に上杉ちゃんが挑戦。大当たり、大当たりになって、あ、何やってんだよ。だから的に当てないと。外した場合はもう一回やれるんですか。うん、そこは、うん、お願いをして、うん、徳ちゃんお願いします。ラストチャンスです。よじゃあもう一回いこう。大当たり、大当たり、何やってんだよてめえ、いい加減にしろよ。もうさすがに3回目はきっとないと思うよ。徳ちゃんラストチャンス。いや、いいかい、いいかい、優しいな。大当たり、大当たり、大当たり、終了。もうダメだ。はい、終了。下すぎるよ。もうダメ。すいません。もうダメだね。もうあれね、ドリームステージのね、壁に穴が開いちゃう。そうそうそう。うん。さあ、ダーツも終わりまして、はい、山下がね、うん、見事目覚まし時計ゲット。はい、ありがとうございます。お得感いいですね。なんか子供に戻ったようなこのワクワク感、そうですよ、味わいますし。そしてですね、今日はあの知って得する情報もね、いろいろ教えてもらって、はい、どうでしたか、女性陣2人は勉強になりました。勉強になりました。うん、山下さんが本当に詳しいから、すごく勉強になりました。うん、中島ちゃんはどうだった。すごくクイズ難しかったんですけど、うんうん、でも勉強になったし、楽しかったです。いや、もうドリームステージいるだけで皆さん楽しくありませんか。楽しい。皆さんもお部屋探しはドリームステージで、皆さんも夢を叶えよう。昭和の終わり方何が。ということで、気軽に立ち寄れるカフェコラボ店をはじめ、福岡市内に7店舗を展開しているドリームステージさん、お部屋探しに困ったらぜひお近くのドリームステージさんにご相談ください。